こんにちは、整形メイクのみゆです。お願いします。今日はじゃん、時短のメイクを撮っていきたいと思います。サムネイルと背景が強すぎて本当申し訳ないんですけど、ちょっとね、旦那がインフルエンザになりまして、実家に避難してきてまして、でね、今どうしてもね、この時短メイクを撮りたいと思って、申し訳ない、この障子みたいな感じで、障子なんですけど、障子みたいな感じで撮ってしまいました。はちゃんがね、今寝てる間に撮ろうと思ってるので、今一人で撮ってるので、とっても大急ぎで撮っております。はい、ではお願いします。こちら、ヌチュラブラッセのルースパウダー1番ルーセントベージュを使います。なので、ね、寝てる間にね、ちゃちゃっとメイク動画撮りたいし、メイクもしたいしって感じで、こんな感じでね、今ね、ささっとささっとやっちゃおうと思って、その時に時短メイクってどうしようって考えた時に考えたものなので、やっぱね、一回一回ね、お化粧ってめんどくさいけど、私はやっぱりバブちゃんがいるのでね、お化粧しないわけにもいかないじゃないですか。なのでね、メイクをしていくんですけど、はい、今こんな感じでパウダーを塗っていったら、こちらですね、ナチュラブラッセのコレクティングスティック1番を使います。これを普通にこう出して、こことここと鼻筋と、あとここの横の部分、くの字の部分にハイライトを入れます。こんな感じで今ハイライトを入れていきました。はい、ではアイメイクをしていきます。使うのはこちら、マキアージュドラマスティックスタイリングアイズベージュ303番を使います。まずはですね、こちらラメの部分をまぶた全体に塗っていきます。逆も塗ります。とりあえずささっと一度塗りで大丈夫です。で、そしたらですね、こちらこのベージュ系をまた同じところに塗っていきます。そしたらこちら真ん中のブラウンを二重幅に塗っていきます。まあ、二重幅に塗っていったら、濃いブラウンを目の際にのせていきます。こんな感じでですね、ベージュ、薄めのブラウン、濃いブラウンという感じで3段階アイメイクを作っていきます。でね、ちょっとね、ここにね、謎にニキビができちゃってすごい悔しいんですけど、そしたらこちらガールズメーカーのオリプチを使っていきます。ガールズメーカーのオリプチの動画、皆様見てくれたでしょうか。これね、ほんと使いやすいから、ぜひ使い方とか見ていただいて、持ってる方は使っていただけると嬉しいと思います。時間がないときはね、これちゃんと両面にちゃっとやっちゃいます。今もね、時間との勝負なんで、バブが起きる前に YouTube を撮らなきゃいけないという使命が私にはあります。結構時短メイク撮ってほしいっていうのがあったので、撮っちゃいますね、今のうちに。寝てる間に、でこの目を乾かしてる間に眉毛を描きます。マキアージュのアイブロウパウダーを使います。これのここの濃いブラウン、これを眉尻に描きます。眉毛ちょっとね、ちょっと買いに行って、今ねバブはね、眠りが少し浅いのでね、こんなちょっと小声並みにな感じなんですけど、今のとこまだ起きてない。いいぞいいぞ、ごめんなバブ。よし、そしたらね、この薄めのブラウンたちを眉頭に塗っていきます。こんな感じでね、朝準備する時とかも、お母様方とか大変だと思うので、まあね、お仕事なさってる方とかも朝バタバタやっぱり忙しいと思うので、学生さんとかもみんなそうですよね、やっぱ朝はバタバタするので、こんな感じでね、ささっとさっと描いちゃいます。で、これのついでにさっきと同じお色で鼻のノーズシャドウも描いちゃいます。今回はね、のんびりメイク動画を撮ってたんで、ね、おなんかプシュプシュってる。はい、こんな感じでささっと眉毛は描いていきました。で、じゃじゃん、ビセのカラーリングアイブロウマスカラ、ブラウン1番を使います。なんか今プシュって言ったんですよ、笑ってる夢で笑ってる起きたかと思ったら夢で笑ってました。可愛すぎる、もう何なの。ささっとこのマリマスカラを塗ったら、オリプチをしていたので、もう一度重ねていきたいと思います。私は本当にね、ぼったい重たい一重さんなので、よしよしよしって真ん中だけにアイプチを塗ります。はい、こんな感じで今ね、塗ったらもうできるところからやっちゃおう主義なので、私はまずね、リップを塗っちゃいますね。コスメデコルテのブラウン353番を使います。バ
ブと出かけるときはね、落ち着いたね、リップをつけるようにしてます。まあ、特に理由はないんですが、この反面でごめんなさい。で、さっきこのノーズシャドウをやったので、もう一度先ほどのナチュラグラッセのスティックを鼻筋に塗っていきます。そしたら多分売り口が乾いたと思うので、プッシャーで押し上げていきます。今こんな感じで押し上げて二重を作っていったら、ビューラーでまつげを上げていきます。しっかり上げていきます。もうほんと時間との勝負なので、メイクってもう本当にミッションインポッシブル的な感じでね、トゥ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 って何に急がないといけないので、ちょっとわかんないんですけども、はい、こんな感じでね、ビューラーで上げていったら、パシオのパワフルカールマスカラ、ラックの一番を使います。やっぱりお母さんってお直ししてる時間がないと思うんですよ。なのでね、このお直しのいらないようなカールロックしてくれるマスカラがおすすめです。マスカラ下地はね、なんかね、私ね、どこにやっちゃったみたいでね、持ち歩いてたらね、なんか謎にどっか行っちゃって、もう悔しい、はぁ、ほんと何なのって感じなんですけど、もうどこ行っちゃったんだろう、あのマスカラの下地で。なんかいつも顔買おうって思うんですけど、いつも忘れちゃって、あ、もうなんか悔しい気分で、最近はマスカラ下地を塗れてない状況でございます。どこ行っちゃったんだろう、どこ行っちゃったのって感じなんですけども、よいしょよいしょよいしょ。で、こうやって喋りながらも手を動かすという、手を動かします、喋りながら、はい、という感じで、こんな感じで、マスカラを塗っていったら、涙袋に入れていくのはこのさっきのベージュを涙袋に入れていきます。で、こうね、笑ってあげてクッとしたところに涙袋をちゃちゃっと入れちゃいます。まあ、涙袋にベージュを塗っていったら、この先ほどのこのラメの部分をまた涙袋全体に塗っていきます。で、涙袋をラメラメにしていったら、このマスカラを塗っていきます。すいません、なんかあのこうやってやらないと皮膚が伸びないので、こういう口になっちゃいます。ほんとすいません。感じで、こんな感じで今下マスカラを塗っていったら、こちら使います。ラブライナーのキッドアイライナー R2EABR を使います。あの、急いでる時は、わかりますか、この目尻だけチュンっていうのだけを、これだけです。はい、アイライナーはこのチュンチュンっていうラインだけでいきます。で、そしたらチークもマキアージュを使っていきます。頬のこの高い位置にさっ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 と塗ります。で、なんで今頬が赤かったかというと、ちょっとなんか熱くて赤くなっちゃいました。はい、てか、こんな感じでメイクは完成です。はい、こんな感じでですね、とても大急ぎになってしまったのですが、私の時短メイクの完成でございます。本当に素早くできるので、もうね、でもすっぴんでいるよりは本当にマシっていう感じなんですけど、今日はね、カラコンもしてなくて、自まつげだけのメイクなんですけど、大体はあの、ちょっとそこまで行くとか、バーに行くとか、ちょっとそこのまでの、道のりを行くとか、ちょっとそれはよくわかんないんですけど、あの、まあ、こんなリアルな感じで大急ぎに撮ってしまって申し訳ございません。はい、この手は何だって感じなんですけど、今ね、こたつの上で撮っていて、ちょっとね、こたつの上で、あの、こういう感じで、あの、総理大臣ですかみたいな感じなんですけど、こうね、こうね、こう手を置いて喋っております。はい、総理大臣ではありません。はい、申し訳ないです。ちょっと意味がわからない。はい、総理大臣は素敵な方です。はい。ではですね、今日は時短メイクをしていきました。はい、では今日も見てくれてありがとうございました。ごめんなさい、本当終始こんな小声でね、申し訳ないです、本当に。はい、では、バイバーイ。